使い終わったゴミでしょ。あ、綿棒したくなってきた。私綿棒大好きなんですよ。でも知ってますか、綿棒ってね、実はあんまりよろしくないんですって。全然耳に良くないんですって。なんか昔、ちょっと汚い話になるんですけど、よろしいかしら。私、なんだったかな、プールの授業の後だったかしらね。なんか、プールの後って水がゴロゴロって耳の中で言いませんか？ゴロゴロって入るとゴロゴロって言うじゃないですか。あれが、ずーっとするんですよ。で、ある日、え？って思って気づいたら、もうそれが、本当に永遠に、なってて、で、今でも覚えてるんですけども、私、なんかその、歌をね、歌う授業があったんですよね、確か。その歌を歌ってる時に、なんか本当に耳がどんどんその、ゴロゴロって音がすごいして、普通だんだん収まるかな、なんかプールだったかちょっと覚えてないんだけど、耳がゴロ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 ってして、聞こえな、辛くなってます、すごい、左が。で、あ、全然聞こえないって気づいて、でも、なんとかなるって思ってたのに、その、歌の授業で、みんなでこう、教室で歌を歌ってる時に、あ、もう、私の耳って、もう、聞こえないんだって、いや、本気で思ったんですよ。だから本当に耳が聞こえづらくなってきて、左の耳が。その、みんなの、自分を歌いながら、みんなの歌を聴きながら、あ、私の耳多分なんかで悪くなっちゃって、もう聞こえなくなっちゃったんだってめっちゃ思ったんですよ。すごい、本当にね。そうそう。で、そうだって思い込むってやっぱり、特に小学校の時ってそう思いがちじゃないですか。で、みんなの歌が響く中、私は、もう、聞こえない。いつもならめっちゃ聞こえてくるのに、それが全然聞こえなくて、なんか、ぼやっとしか聞こえなくて、自分の歌も聞こえづらくて、あ、もうこのまま、私は、ダメなのかもしれない、左耳はって思って、なんか、ああ、みたいな気持ちに、なったんですけど、それをね、お家に帰って、言ったのか、なんか、学校で、その、聞こえづらくなってしまったって言ったのか、ちょっと覚えてないんですけど、そう言ったら、お母さんも もちろん、じゃ病院に行こうって言ってくれるわけじゃないですか。心配だから。病院に行こうって言って、いや、で、お母さんも、なんかあっただけ大丈夫、大丈夫って言ってたんですけど、今思うと多分めちゃくちゃ心配してくれてだろうなと思うんだけど、なんかその、耳鼻科に行ったわけですよね。病院に行ったら、もう私もその時もうダメって言われるんだみたいな感じで行ったんですけど、そしたら最初ね、虫が入ってんかなって言われたんですよ。はっはっはっ、いや、なんかあるんですよね、ゴキブリとか入っちゃうことがさ、ライト当てたで、確かにそんな感じで言われて、その耳鼻科の方がってなって、見てみますねって見たら、もう結論から言うとですよ、めっちゃくちゃでかい耳垢が溜まってた。なんかね、見せてもらったんですよ、確かそれを。見せてもらった、本当に大きかったんですよ。ちょっと汚い話で申し訳ないですけれども、びっくりしたっていうね、お話。でもそれはなんでかって、その時に教えられたのが、なんか結局、耳かきっていうのは綿棒でしたら、結局、その、耳垢を奥にやっちゃうから、良くないですわよ、みたいな。そうそうそう、押し込んじゃうんですって。自分で取れるレベルじゃなくなっちゃって、みたいな感じなんですけど、私はね。だから皆様も本当は綿棒か、ダメなのよ。そうそう、もうなんかもう、なんかよくわかんないけど、もう自分で取れるレベルではなかったみたい。そうそう。
そうそう、だから皆さんも本当は綿棒じゃなくって耳かきとか、あとなんかその設計された耳かきみたいな、その多分その話を聞いたからのかわかんないんですけど、お母様は綿棒はもうダメだよって、私に別にそれ言うわけじゃないんですけど、綿棒もダメだから、そのなんか専用の耳かき棒みたいなの買ってました。なんかわしゃわしゃわしゃってなっててなんか持ち運びできるみたいな。そう、でも綿棒気持ちいいんですわよね。わかりますわよ、本気で。そう、なんかでもなんか濡らしてお風呂に入った後とかのその柔らかい状態で入り口付近をゴシゴシするのは大丈夫だから、皆様も綿棒には気をつけてね。気持ちいいけど、もろ刃の剣ですわよどんな話だっていう感じですけども、本当にそうなんだから。